皆さんこんにちは。今日はマッシュのプレスの方々に突撃してファーファーの新作コートを使ってコーデを組んでもらおうと思います。ぜひ最後までご覧ください。吉野さん、お疲れ様です。ファーファーの YouTube です。こちらのコートですね。そう、こちらのコートを使って、はい、全身ファーファーで1コーデと、うん、私服ミックスで1コーデの2コーデ組んでいただきたいんですけど、はい、吉野さんにお願いできますか。楽しみにしてます。はい、はい、お願いします。それでは吉野さん1着目ご紹介お願いします。はい、なんかこのアウターがすごくボリューミーなのでボトムはコンパクトにしたのがポイントなんですけど、今季めちゃめちゃミニが気になってるのでミニ合わせました。どうですか。可愛いです。ネイビーが効いてますね。うん、ところどころに強さを感じさせるようなこうエッセンスが入ってたりとかしてすごい可愛いですね。ちょっと中身はこれトラッドっぽいちょっとメンズライクなものにしたので、足元でちょっと可愛らしくキラッとしたものを合わせてみました。それでは2コーデ目に着替えてもらいましょうかね。では2着目着替えていただきました。はい、ポイントをお願いします。はい、キャットモチーフすごい多くないですか。ファーファー、そうなんでこれすごいこう目に入ってちょっとこれを主役にしたかったんで。可愛 い, いです、はい、キャットモチーフは本当にファーファーでも人気で、うん、シーズンでリニューアルしていってて、うん、今回はモヘアっぽい素材がポイントです。めっちゃ熱 い, 熱いで、黒でまとめたんですけど中身ファーファーってこう柄物と柄物を合わせるコーデ提案すごい多いなっていうイメージでちょっと私も挑戦してみました。ちょっと裾ちらっと見せてるのがおしゃれです。はい、そうポイントです。いい、足元は、チュールで軽めにしたのとあえて靴下も履かずにパンプスで合わせてみました。そのスカート実は裾が、あ、本当だ、色が違う、うん、かわいい。かわいいですね。ね、かわいいです。めちゃめちゃ。では、吉野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チェンさん、お疲れ様です。持ってるの何かな？そう、こちらのチェンさんの私服ミックスと、あとファーファーで全身の2コーデ組んでいただきたいんですけど、はい、いいですか？では、チェンさんのコーデの1着目。はい、ポイントお願いします。1着目は私服コーデということだったのでエミのロゴスウェットにモード感のあるデニムとレザーが組み合わされたパンツを合わせたコーディネートにしてみました。かっこいいです。すごいすごいあのファーのボリュームがあって豪華なデザインだったのであえてちょっとスウェットとこういうデニムとレザーであのカジュアルな雰囲気とモードさも入れたスタイリングにしました。なんかスウェットでカジュアルに崩してるんですけどここのカラーをポイントに持ってきたことでマッチするようにあの仕上げた感じです。はい、結構あの私が155センチで身長が小柄な方なのでファーでトップにボリュームを持ってきて、ボトムスはすっきりめに見せたとこもポイントです。では次2着目のコーディネートに移りたいと思います。では2着目着替えていただきました。これ2着目がファーファーコーデになりますね。はい、ちょっとあのファーコートをメインにしたかったのでブラックのお洋服で合わせました。でこのブラウスもスカートも、ファーファーのアイテムになってます。すごいこのブラウスも可愛くて、はい、コート着てるとシンプルに見えるんですけど、はい、そうですね、脱ぐとお袖にフリルのがあしらわれてるデザインになっていて脱いだ瞬間にこのフリルでファーファーらしさ女性らしさとコンビニーさが相まったアイテムかなと思ってすぐ選びました。なんか脱いだ時に華やかになるブラウスって絶対冬必要だと思うので、はい、おすすめです。ありがとうございます。はい、そのスカートも選んでくださった理由とかあります？たまちゃんがおすすめしたから。私があの骨格がウェーブなんですけど、なんかウェーブのラインにもすごい合うなと思って選びました。ちょっとマーメイドラインで女性らしさがありつつもシャレ感が出るアイテムです。はい、それではちえさんご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。堀田さんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。
ファーファーの大人気のこちらのエコファーコートを森田さんにぜひコーディネートしていただきたいなと思いまして。了解しました、はい、お願いします。では森田さんのシフトミックスコーデ1着目エコファーを高級感ありながらカジュアルミックスがしたかったので、ミースロエのラメのちょっと薄いシアー感のあるタートルを合わせてちょっとこうミリタリーミックスのコーディネートに仕上げてみました。軽いけどめちゃめちゃあったかいんで、そう、真冬これ着たいと思いました、はい、ちょっとラメっぽいニットが森田さんっぽいのすごい思いました。 ありがとうございます。結構あのラメ系好きなんです。そうですよね。ちょっとでも華やかさが欲しい、はい、お年頃としてはでちょっと透け感があるから、うん、結構重厚感のあるこのファーのものに抜けのカジュアル感みたいなのを出せればいいかなと思ってコーディネートしてみました。柔らかいベージュのお色なんで、なんか合わせ方によっては甘くもいけるし辛口にもいけるし、はい、結構いろいろ着合わせできそうって思いました。では2着目着替えていただけますでしょうか。はい、頑張ります。お願いします。では2着目着替えていただきました。はい、ポイントをお願いします。はい、このすごいロゴの立体感とかが可愛いスウェットとこのちょっと豪華なファーを合わせたコーデがしたいなと思ったので、これに合わせて中はワントーンでフェイクレザーのスカート仕上げてみました。スカートも実はあの新作を選んでいただきありがとうございます。そう、めっちゃ可愛い、はい、そうなんです。ちょっと長めにすることで大人カジュアルになるかなと思って大人っぽい要素を入れたコーディネートです、はい、なんかこういうスウェットもあるんだっていうファーファー、はい、そう、ね、そうなんですよ。めっちゃ可愛い、はい、冬場とかこういうあったかいの羽織るときにスウェットすごく使えるなって思ってて、自分では新鮮なコーデなんですけど、はい、着ててすごいテンションの上がるコーディネートが組めたなって、はい、自画自賛してます。ありがとうございます。では森田さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。ファーファーの新作コートをぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。